天下っていうのはまあ天の川っていうことで、なんかまあちょっと宇宙じゃないけどイメージがあって、で入れ墨っていうのはなんかなんかある思想家の人が入れ墨の起源みたいなことを語ったのを読んだことがあって、でそれはなんかそのまあそのファッションであるとかその通過儀礼的な、まあ、もの意味でもあるんですけど、なんかその入れ墨を体に施すことによってなんか夢の中でもその意識が持てて、夢の中でも動けるというか、夢の中での体が持てるっていうことを言ってはったのをずっとなんか覚えてて、なんかそういうちょっと現実感がないようななんやろなイメージでイメージのなんか展覧会ができたらなと思ってちょっとつけたんですけど、はい、プロジェクターを僕1台買ったんですよ。だからここにあるやつとそれと2台使って、はいはいはい、そのあんま紙を使わずにちょっとやれたらなと思ってて。じゃあ2面出しで感じですか？そうですね、2面出しで、もしくはもう一つなんかそういう投影できるようなものがあったらもう1台ぐらい使えればなと思ってるんですけど、それもちょっともうちょっとギリギリならないとわからないですけど。全すごいでっかく映そうと思ったらどれぐらい離さないとダメですかね。多分ね、このスピーカーぐらいまでは。ここの地面に映す。うん、そうですね、多分イメージ的にはこことここかな。あ、紙も多分使うんですけど、なんかそれが結構混ぜ混ぜになってる感じしようかな。あ、はい、紙があってそこの上になんか映像としても映ってるっていう。なるほど。なんか レイヤー感というか重なりみたいなの結構出せたらいいんちゃうかなと思ってて。してますね。ちょっとだいぶギリギリになると思いますけど。なんか模型の前に私だけかけて、はあはあ、こういうふうに。これがまあずらずらってこうなんか並ぶ感じ。はあはあ、もうなんかやっぱ映像にしたら目が荒くなるというか。ドットが出ます。そうですよね。ドットが出る。解体の上からもうなんか、はあはあ、だだかぶりみたいな。ただの炎やんっていう感じなんですけどでもなんかこれだけ見ててもなんか自分が満足だから、その距離感がどうなるかで、うん、そこちょっと不思議にしたいですけどね。やっぱお眼鏡とかあれくらいちょっと 薄い感じの。あ、面白いですね。これやと裏にも映るからいいかなと思ったりしてたんですけど、一つ映ってるのと映ってないのを画角で分けたらまた映ってる、今これは真ん中で途切れてるじゃないですか、はいはいはい、で画角的には多分もっと広がるじゃないですか。あ、はいはいはい。だから映ってるもの映ってないものっていう、あ、向ける向けないっていうのはできるかもしれないですね。あ、ここに映らずに後ろに映ったりとか、はい、あ、そうですよね。多分切り抜き方であったり、うん、この厚紙が大量にうちに余ってたからこれを使いたいと思って、ちょっと並べてみましょうか。そうそう、これも普通に壁に貼ろうかなと思って。
今までなんかなんかジャケとか、はい、ホームページとかで書いた細々した素材がいっぱいあったから、それをもう全部一緒に使ってしまおうと思って。あ、なるほど。昔書いてたなんか詩があって、はい、なんかバッグに字書いてたらなんかちょっと、ね、ちょっと気持ち悪い感じで面白いかなと こんにちは、オルタイチです。6月20日から、6月23日まで、初の、個展、天下の入れ墨というのを、アートヤードさんでやらせていただいてます。オルタイチ君、初個展おめでとうございます。さっき絵を見せてもらったんですけれども、あんまり説明しちゃうとつまんないんですけど、すごいなんかタイチ君らしくていいなと思ってます。特に見終わった後に最後の楽しみがすごく僕は好きです。太一くんのなんか絵もいいんですけど、字がねなんかすごい可愛くて、字だけ見ててもこうぼんやり意味が消えていくような感じがしてとってもいいと思います。僕も、自分のことで申し訳ないんですけど、何年か前に初めて個展でなんかコラージュをやらさせてもらったんですけど、ミュージシャンのライブとかってこう終わっちゃえばなんかもうあとは打ち上げみたいな感じで楽しく過ごせるんですけど、個展ってなんか作品がずっとあるから来てもらってすごい緊張するんですよね。だから太一くんもなんかそういう気持ちを味わったんじゃないかなと思うんですけど、自分の前でみんなが絵を見てくれるのすごい嬉しいと思います。なので、これからもよろしくお願いします。では。